私が石巻専修大学に入学したいと思った理由は、地域との関わりが強く、私は将来地元で就職できたらと思っているため、自分に合っていると感じてここの大学を選びました。またもともと高校まで石巻でボランティアをしていたということもあり、その経験をこの大学なら活かせると感じて入学しました。授業では実践的なものから座学まで幅広い範囲を学ぶことができます。人間教育学科を例にしてあげると、図工の授業では自分たちでさまざまな用法を用いて絵を描いたり工作をすることで、子どもがどのようなことを難しいと感じるのかを体験し、そこからどうやったら子どもがやりやすいように促せるかというのを考えます。また調理室を使った授業では離乳食を作ったり、赤ちゃんのミルクを自分たちで作ったりすることで、これからの実践的な学びにしています。私が特にいいなと思うのは音楽の授業です。小学校の先生や保育士ではピアノを弾けるというスキルがとても大切になってきます。そのため石巻専修大学では楽譜の読み方から指の使い方まで教授が優しく指導してくれます。石巻専修大学では音楽室の他に音楽個別練習室というものがあります。この教室では家にピアノがない人でも学校でピアノの練習ができるようになっております。ピアノは先生という職業に求められるスキルです。そのスキルを磨くため、試験の前であったり、と楽器の駒があるけど何をしようという時に率先して使ってスキルを磨く生徒が多く見られます。いつでも教室を利用できるというのが生徒のニーズに合っていて、利用しやすいように思います。これを見た高校生の皆さんと一緒の場で学び、共に成長し、社会のため、人のために動ける日が来ることを楽しみに待っています。